流れに乗ってですね、大きく100いただくことと思います。皆さんもですね、大きな拍手、手拍子で応援の方よろしくお願いいたします。そして表彰なんですけれども、上初代代表の大沢健一様にお願いいたします。それでは大沢様、舞台の方にご登壇をお願いいたします。それでは、デラオーブの代表の方は、前に来てください。センターマイクの向こう側でお願いいたします。おめでとうございます。表彰状、犬山陶芸祭 B タイプ大賞デラオーブ殿。キーチームは第19回犬山陶芸祭において優秀な成績を収められましたので、これを賞します。令和5年6月4日犬山陶芸祭実行委員、おめでとうございます。はい、皆さんお疲れ様です。何が良かったかというところ、一言言ってくれという話だったので、僕からまず一つ目に、オーブのブドウを食べたくなったというのが、一つ目です。そこは皆さんぜひ、楽しみに、演舞を見ていただきたいなと。で、二つ目、こうやって、皆さんと集まって、久しぶりにお祭りできることを、本当に、嬉しく思っております。で、今回、この B タイプ大賞ということで、一番僕が、審査員が、大切に見ていたのは、一緒に踊りたくなるかどうかと、一緒に祭りがしたいかどうかというところを、一番強く見てました。デラオーブの皆さんはとっても、元気よく踊ってくださって、僕も、この輪に年齢的に入れませんけど入りたいなと思うぐらい、元気よく踊ってくださったのが、とても、印象的でした。それが決め手となりました。本当におめでとうございます。はい、それではマイクを渡します。じゃあ表彰状もらっていけばいいかな。じゃあせっかくなんで一言いただいてもよろしいですか。はい、犬山陶芸祭 B タイプ大賞いただきました、デラオーブです。素晴らしい賞をいただいて、この大勢の皆さんの前で今から踊ること、すごくワクワクしています。ありがとうございます。今せっかく紹介いただいたので、オーブのブドウのことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、オーブのブドウは夏が旬です。よくね、秋にオーブのブドウってデラオーブで聞いたんだけどって言われてももうちょっと遅いんで、ぜひ7月中旬あたりから8月の後半ぐらいが食べ頃ですので、オーブのブドウ食べに来てください。そしてオーブの町とデラオーブいっぱい今日楽しみました。その気持ちを持って今から踊ります。皆さん最後まで楽しみましょう。はい、ありがとうございます。皆さん覚えました？オーブのブドウは夏が旬です。秋に行っても遅いですよと、夏が旬です。はい、さあそれではですね、このまま一足先に大賞演舞の方行きたいと思います。それでは踊っていただきますのはデラオーブの皆さんです。皆様大きな拍手でお願いいたします。それではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。デラオーブ2023週間武道祭前線パフェ、
デラオブの皆さん、改めてありがとうございました。皆様改めて大きな拍手お願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして